お前なんかね。でも、俺一回朝倉みくるにと、その、殴り合いしたことあるけどね。一回じゃなくて二回かな。いや、じゃあ一回か。なんかタック TV と一緒に、なんかタック TV に誘われて、あとなんか催眠術師みたいな人も一緒にいて、 で、なんか、その、検証にさせられたんだよね。あのー、俺って結構催眠術にかかりやすい体質らしくて、結構その、なんだろうな、ウーロン茶とかも催眠術かけられたら、なんかもうジュースみたいに甘くなっちゃうみたいな。で、こう手をパンってつけて、で催眠術かけられたら、なんかもう手が取れなくなっちゃうみたいな、この、合わせた手がみたいな。や,やらせじゃないあれ本当になる。ちょ、やらせじゃないんだって。あれってやっぱ信じる心が大事だしい、もともと催眠術なんて、あ、僕は信じてないんですけどねっていう人には、 現れないらしい。なんか、ほら、お化けとかでもさ、お化け信じない人は暗闇とか怖くないけど、なんか、お化け信じちゃうと暗闇から、やっぱ信じちゃってる人間のこの、やっぱ潜在能力が、なんか見えてないはずの例を映し出してしまうみたいなさ。で、それで、あのー、催眠術を受けた状態で、朝倉みく、で、催眠術でその理性の飛んだ化け物にしてもらって、で、朝倉みくると戦ったら、ちゃんと逃げないで戦えるのかみたいな、のの、あれになったね。その時だけ催眠術全く聞かなかったわ。<laughs> ずっと逃げてた <laughs> <laughs> うん全然聞かなかった普通に怖かった。